森の宮電車区とは、大阪府大阪市上等区森の宮にある、西日本旅客鉄道の乗務員が所属する組織である。2012年5月31日まで、主に大阪環状線、桜島線で運用される車両が配置されており、運転士も所属していたが、2012年6月1日に、研修体制の見直しにより、研修部門が、追加総合車両所の森の宮支所として分離され、 運転士のみが所属する乗務員区所へと変更された。大阪府東大阪市川又にある放出発出所は、同日の組織改正で、阿保市総合車両所赤市所の発出所に変更された。本区の車両基地は、大阪環状線森の宮駅大阪城、公園駅間に位置しており、大阪メトロの森の宮県車場が隣接していた。 1960年に、淀川電車区森の宮発出所として開設し、翌年淀川電車区から分離して森の宮電車区となった。放出発出所大阪府東大阪市川又にある、車両基地で、片町線放出駅の南東、大阪東線放出駅高井田中央駅間に位置していた。構造は、南側が、留置線、北側に、研修庫があり、 北側の研修庫には、大阪東線側から直接入線できず、留置線から大阪東線に沿った側線に引き上げなければ入庫できない。この側線は、第二根ア川の上にかかっており、大阪東線の第二根ア川鉄橋の北側に、放出側が行き止まりとなった伏線トラス橋となっている。このトラス橋は、一わ巨大であり、学研都市線の車窓からも確認できる。 車両は配置されておらず、阿蘇市総合車両所所属の207系、321系の仕業検査及び夜間流通などに使用されていた。その他所属組織の略号と森の宮の電報略号である森から構成されている。国鉄時代は大森で JR 発足後は金森であった。その後の組織改正により本森となり、 1993年6月に大阪支社が発足して大森を経て2010年12月1日の組織改正により金森となった。1 0 3系2 0 1系2 0 1 8年3月1日、現在の配置車両は以下の通り、主に大阪環状線、桜島線で運用される車両が本区に配置されていた。 2016年から運用を開始した323軽電車に置き換えられ、最後に残った LA4 編成も2017年10月3日に運用を終了した。当時の大阪環状線は国鉄型車両の4ドア車と JR 新造の3ドア車が混在しており、混雑を緩和する他ホームドアの設置が急務とされていたため、大阪環状線用の車両としては、 初のサンドワ社都市として登場した。103系電車を2016年、残った201系電車も2019年で、すべての車両を置き換えた。現在は、環状線の周回普通列車のほとんどの車両が323系電車での運転となっている。ありがとうございます。